ようやく第五地区か。しかしいくら隠れ信者とはいえ、一般市民を相手にするのは気持ちのいいものではありませんでしたね。Survivors! I want every one of them gutted and left to rot in the sand!見た目も中身もこんだけイカつけりゃ今度は気持ちよく戦えるんじゃねえのか。それでは心置きなく暴れましょう。行くぜ、正面突破だ。 Really pissing me off! 戦闘準備完了。私の出番ね。行きますよ。調子がいいぜ。行くぜ。じゃねえか。また成長しちゃった。いっぱいやりたい気分だぜ。What the hell you want? Don't you go mucking up business? やめろかこの野郎。私の番です。よし。俺の番。調子がいいぜ。行くぜ。私の出番ね。行きくれ。苦しい。さて、これは。来てくれ。
調子いいね。Nosy bunch of chumps! You think you can move in on us? Think again! You're outnumbered. Better start saying your prayers. もう後戻りはできませんよ。もともと戻る気なんかねえよ。お変わりないようですね。それでこそ春日さんです。ありがとうよ。そんじゃ、一緒に暴れるとしようぜ。ええ、お任せを。I'll sue you! カルカルできやれ。よし。やっちまうか。行きますよ。よし、やるぜ。調子がいいぜ。私の出番ね。手ぇ貸すぜ。はっ、私の番。ノーマス。俺の番だ。私も。ふん。行くぜ行くぜ。吸収が早いのよね。また強くなっちまった。俺もまだ若いね。くそ、キリがねえぞ。さすが想定以上の戦力ですね。しゃあねえ、一旦どっかに避難するか。ねえ、あそこ入れそう。ついてきて。逃げ込んだはいいが、そこら中ボロボロで気味が悪いな。バラクーダの拠点ですから油断せずに参りましょう。Put you in the plane! さっさと始めようぜ。よし。
腰抜けろが。行きますよ。ハハハハ。私の出番ね。私の出番。上昇。今なら何でもできそうです。開けてみるか。開いたぜ。What you looking at? You won't get any mercy here. 片付けましょうか。よし。はっ。やっ。私の番です。いくぜ、いくぜ。You think I'm stupid? 私の出番だ。いきますよ。調子がいいぜ。やるのぜ。Do your work!行くぜ。私の出番ね。これどうぞ。私の番です。
おお。Didn't think you'd make it this far. But a little death ends here! 私の出番ね。よし。Do your work! You think I'm stupid? Hurry up, let's go! Screw you! 覚悟！覚悟！行きますよ、やっちまうか！よし、やるぜ！相手してあげる。なりゃ！行くぜ、行くぜ！よし、ハッセイクハッ。私の番です。一緒にやる。やる。止まらねえ。邪魔してねえ。調子がいいぜ。オーガーアンプリーディング。私の出番ね。行きますよ。教えてやろうが。いつでもどうぞ。Screw you。かわせますかね。苦しむがいい。My head's all fuzzy。いつでもいい。My head's all fuzzy。死んでちまったか。きちな。ほら来いよ。You think I'm stupid? 相手してあげる。ガツンと行くぜ。うれ、受けてみな。よし。やっちまうか。うれ。Oh God, I'm bleeding. 私の番です。
プレゼントだ。お引き取りを。完璧です。コツつかめたんじゃねえか。よし、上昇上昇。さらにお役に立ちましょう。鍛錬の成果です。動詞出てきた。開けてみるか。やったぜ。なあ、私の出番ね。ふぅ、いつでも行けできましたか。私の私の出番ね。隙だらけ。はぁ、奥から海の音がする。いよいよ船着き場かもしれねえ。ええ、何が起こってもおかしくありません。何でもできそう。開けてみるか。開いたぜ。
さあお嬢ちゃん、お船に乗ってネレ島まで旅行だよ。何？カスガ、ここまでたどり着くとは大したものだよ。カスガ、来て早々申し訳ないが、今来た道をおとなしく引き返してもらおう。さもなければこのお嬢ちゃんがどうなるかわかるよな。そいつはあんたにとっても都合が悪いんじゃねえか。きっとあんたが教祖様から受けた命令は、ラニを生きたままネレ島に連れてこいだったはずだ。エイちゃんもラニを本気で殺すつもりがなかったからな。図星だろ。ブライスの言いつけを守れなきゃ粛清されるぜ。お前はあいつの手駒に過ぎねえからよ。愚かな連中だ。覚えておけ、私に非道な決断をさせたのはお前ら自身だということを。何？カスガ！クソ！よくやった、強い子だ。昔から聞き分けのない子供は大嫌いでな。だがそれ以上に嫌いなのは、浅はかな正義感に酔いしれた大人だ。知ってるか、ハワイじゃ毎年サメに襲われる人間が 3,4 人ほどいるんだ。だが今年はその数が倍以上に増えそうだ。貴様ら全員生きたままサメの餌にしてやる。You can't get away from me。 やるのかこの野郎。よし、やんのかい。どうした？ほら来いよ。終わらせる。せい、行くよ。
シワを伸ばします。めっちゃ仕上がるぜ、あの野郎。この辺りは爆発物だらけだ、気付けろよ、カスカ。ほら、来いよ。そら、おい、任せといて。よし、Let's go! Come get some!んじゃねえか。また成長しちゃった。さらにお役に立ちましょう。もう安心していいぜ。悪い奴らはみんなお昼寝の時間だ。春日さん、怖かっただろう。怪我者してないか、大丈夫か。そうか、茜さんも心配して待ってる。俺たちと帰ろう。あの、どうもありがとう。お安い御用だ。ロリ、あかね、無事だったのね。よかった、本当によかった。あかね、ごめんね、ラニー。
怖い思いをしたね。怪我はない？大丈夫、春日さんが助けてくれたから。ありがとう一番。約束でしたから。キリュウさんとの約束ですから。あ、そうだ、ラニちゃんと電話変わります。声聞きたいでしょ。いや、今はまだやめておこう。ラニの身が安全とは言い切れねえ以上、気持ちを緩めたくねえ。実はパレカナの隠れ信者ってのが町に溢れてて、ハワイ中が敵の庭みてえな状態です。いつラニを奪われてもおかしくない。そうか、カスカ、アカネさんとラニを連れて日本に戻れるか。二人にとっては日本の方がずっと安全だろう。ええ、そうなんですけど、空港や飛行機の中にも隠れ信者が潜んでるはずです。大道寺一派のセーフハウスでのやり取りが A ちゃんの内通で筒抜けになってるって考えると、もう一派の専用機も使えねえと思ってます。多分ブライスの手先が下なめずりして待ち構えてる。確かにな。だがラニの包囲網は日に日に迫ってくるはずだ。時間との勝負だぞ。ですね。なんとか方法を考えてみます。それじゃ。聞こえてたぜ、ハワイを出るんだろ。でも簡単な話じゃないわよ。一番の言うように飛行機は使えないし。そんなら船はどうだ？日本に向かうクルーズ船とかよ。私たち以外の乗客やスタッフがいる限り同じことです。だったら富士宮家の力でプライベートジェットとか手配できないのか？無茶言わないでよ。お困りの様子だな。一言みてえに。いや、実際あんたには一言か。釣れないな、富澤君。でも俺に日本に行く手段があるって言ったらどうするよ。何？冗談を交わしている余裕はありませんよ。怖い顔しなさんな。冗談だと思うならまあ好きにしろ。俺も無理に続ける気はねえ。話聞かせてもらえるか？おい一番、トミーが警戒するのはわかるけどよ、俺らはもう病に助けられてんだ。話くらい聞いてもいいだろ。分かったよ。改めてその日本に行く手段ってやつ聞かせてくれねえか、ヤマイ。なに簡単だ。うちで持ってる船がある。そいつに乗せてやってもいい。船？ああ、小型の引き船だ。借金の方に取り上げたやつでな、使い道がねえから放っておいた。だからうちのもんだってことはブライスにバレてねえ。それは好都合ですが、ハワイから日本まで6000キロほどあります。小型船で渡れる距離とは思えませんが。船で行くのはハワイ沖までだ。そこで訓練中の海上保安庁の航空機に便乗させてもらう。もちろん話は通ってる。海上保安庁？それに話が通ってるってどういうこと？何その都合のいい話。説明する義理はねえ。お前らは話に乗るかどうかを決めるだけだ。作り話にしたって舐めすぎじゃない？どうする春日？願ってもねえ話で。そう言うと思ったよ。ずいぶんあっさり乗ったな。
あんたが言うか。どっちみち手詰まりだったんだ。キリュウさんも言ってたが、時間との勝負だしな。それに、それにあんたの言うことは結構信用してんだ。割と俺とあんたは似たもん同士だと思ってるからな。ああ、あんたも結構貧乏くじ自分で引きに行くタイプだろ。違うか。大外れだ。俺はそんな間抜けじゃねえよ。それは残念。でもまあ返事は変わらない。どうだい。明日の朝出航だ。準備はそれまでに済ませておけ。ありがとうよ。みんなもいいか。ったく勝手に話進めやがって。ほんと急いで準備しなきゃ。いつこっちに戻れるかもわからないんだし。ふん、話に乗ることには賛成なんだな。病は信用できないけど、一番の判断は信じるよ。ああ、文字通り乗りかかった船だ。とことん乗ってやら。そういうこと。頼もしい仲間ができましたね。ああ。おい。ああ。こっちこっち。なんつうか、勉強するってのは結構楽しいもんかもしれねえな。どうした急に。変なもんでも食ったか。いや、ガキの頃って勉強とか強制されて嫌がってたけどよ、こっち来て知らねえもんや文化見てたら結構楽しくてさ、いろいろ知るってのも悪くねえとぼんやり思っただけだよ。へっ、殊勝なことで新しい土地で知性アップってか。でも俺だってこっちに来ていろいろ勉強させてもらってるぜ。スマートに女性を食事に誘う言い回しとかな。あんたはここに来て何学んでんだよ。待たせたな。ブライスに感づかれると面倒だ。早いとこ出るぞ。親父、どうかお体には気をつけて。わしら、いつまでも親父に帰りを待っとりますけ。
でけえ声出すなバカ野郎。戻るまで死ぬんじゃねえぞ。おやじ、助けて。おやじ。一番も気ぃつけてな。え、トミー。ちょっとあんた、なんでそっち側にいるのよ。うん、だって俺やっぱりこっちの人間だし、日本行ったことねえし。おやじさんが日本人なんだろう。一度くらい日本を見てみたくねえか。そりゃ行ってみたいけど、でも俺にとっちゃアウェーだしな。今の俺らにとっても日本は安全な状況じゃねえ。だからこそおめえの力が必要なんだ。とやかく考えてないで行くわよトミー。分かったよ。お前らにそこまで言われちゃしょうがね。本当は一緒に来たくてしょうがなかったくせに。素直になれない俺も可愛いだろ。めんどくせえやつだな。随分お気に出たな。ああ、このまま無事に海上保安庁との合流地点につけるといいんだが。あいにくだな、客だ。あ？身近に片付けろ。長いはしたくねえ。ここらは餌場だからな。餌場？アドバイスだ。海にはなるべく近づくな。何か知らねえが、分かった。行くぜ。うん。お別れの挨拶もなしなんて寂しいじゃないか、春日。俺の中じゃとっくにあんたとおさらばしたつもりだったんだけどな。ドワイト、てめえよくのこのこと出てこれたもんだな。例の素敵な写真そんなにばらまいてほしいか。いや、富澤君だったかな。君たちをここで始末すればそれもこれも全て解決だよ。見逃してやったのがアホらしくなってきた。ハワイに来て以来、望んだものはどんな手段を使っても手に入れてきた。一度だって諦めたことはない。そんなら最後に、人生には諦めも肝心だってことを教えてやるよ。貴様から教わることなど何もない。さあそろそろ始めようじゃないか。サメ？餌はってな、そういう意味か。それも一匹ではないようです。おいおい、マジかよ。なかなか面白くなってきたじゃないか。お前らがサメの餌になるところをこの目で拝ませてもらおう。状況でまだやる気なの？引かれてるよあいつ。とにかくサメの動きに警戒を。襲われれば無事では済みませんよ。覚悟！
盛り上げてきてんぞ、スタメン。気付けろ、トミー。下手に近づくとやべえ。私の番。そら。俺の番だ。Look at this little piss baby! Well, it's the one. Let's go! Look at me now! How's that? How's it going? How's it全力でいくよ。いいところに。はい。おや。行きますよ。サメの餌になる気分はどうだ。何度でも味わわせてやるぞ。いや、この国までしっかりと全力でいくよ。出力全開。行きますよ。
うるせえ、やるぜ。貴様らはここで殺す。必ず殺してやるぞ。行くぜ。ほら、おじけんになったら返事してやる。全力で行くよ。はあ、出撃で。上昇、吸収が早いのよね。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。いっぱいやりたい気分だぜ。勝負ありだい。どうする、ブライスに泣いて謝るか。お前はブライスを甘く見ている。使命を果たせなかった私を奴が許すと思うか。いくらパレカナがハワイを牛耳ってるからってよ、あんたあの教祖様にだけは随分弱気じゃねえか。お前は奴を見くびっている。お前はブライスが教団を私物化した小悪党くらいに思っているんだろう。何が違うってんだい。誰かなの教祖なんてのは奴の一面に過ぎん。奴は誰よりも恐ろしい怪物だ。あ？それは自分の目で確かめるといい。百聞は一見にしかずというやつだ。ともあれ、ここらが引き際のようだ。私はハワイから失礼するとしよう。次はスイスでスキーでも楽しむとするかな。あの野郎、自分の手下を何だと思ってんだ。なーに、見てな。病？サメの嗅覚が鋭いってのは有名な話だが、連中は目が悪い。だから強く光るものなんかに闇雲に反応することがあってな。は？夜の海じゃ奴のアクセサリーはさぞギラギラと目立ったことだろう。自分で餌はここにありますって言ってるようなもんだ。まあ、イミテーションキングの最後としては上出来なんじゃねえか。人間がてめえの都合で島をいじくり回して、そこで幅利かせてたドワイドが海の主みてえなサメにやられるなんてよ、昔話みてえだ。ならお前らはこの島をブライスたちから取り戻すためにあの海の主に生かされたのかもしれねえな。トミ、あの写真どうするの。消すよ。死体切りの趣味はね。バカ野郎が。本当についちゃった。ここ日本でいいんだよね。ああ、海上保安庁の航空基地だ。帰ってきたんだな。へえ、これが日本か。なんか殺風景だな。当たり前だろ。
空港の端っこだぞ、ここ。それにしても病はなぜこんなルートを用意できたんでしょう。それなんだよな。あ、おい、あれ。どうも、足立さん。それに春日一番、久しぶりだな。そうか、あの子がラニか。伊達さん、まこっちゃん、なんでここに。ん、病から聞いてないんですか。おい、病。まあいいじゃないですか、刑事さん。病豊かだな。こうして会うのは初めてだな。捜査一課の伊達誠だ。病だ。へえ、あんたが伊達さんか。ああ、突然連絡があった時はたまげたが、病豊か、田畑修二殺害の罪を認めるんだな。ええ、田畑をやったのは自分です。なんだよ、おい、全然わかんねえって。説明してくれよ。部外者に話せる内容じゃないんだがな。お前らを部外者っていうわけにもいかねえか。病がかつて東条会直系の田畑組ってとこにいたことは知ってるか。はい、そこの組長をやっちまって国外に飛んだって。そこまで知ってるならまあ話は早いか。事件後、病は今に至る30年近くを国外逃亡していたが、つい最近になって自ら出頭を申し出る電話をしてきたんだ。それもわざわざ俺を直接ご指名でな。出頭？あんたは話のわかる刑事だって聞いてたからな。勘弁してくれ。殺人とはいえ30年近く前の事件だ。捜査はとっくに打ち切られてた。なのにいきなり犯人本人から電話が来たって時はガセだと思ってたんだが、警察でも一部しか知らない当時の犯行現場の状況をはっきり言い当てやがった。それで俺は電話の主が病本人だと判断した。病は出頭することを条件に数名の連れと一緒に秘密裏に日本へ渡る手立てがないか俺に打診してきたんだ。そんなことをしなくてもアメリカとは犯罪人引き渡し条約が結ばれてるからな。正規の手続きで病を日本に送還することはできる。当然俺は病の提案を突っぱねたんだが、こいつはそれが絶対条件だと譲らなくてな。そのまま話をなかったことにするのはできたが、おそらくこれが事件解決のラストチャンスだったからな。海上保安庁の知り合いに掛け合って日本に渡るルートを工面してもらったってわけだ。たく、久しぶりに方々頭下げに駆けずり回ったぜ。なんだよ。じゃああんた、自分の逮捕と引き換えに俺らを日本に連れてきてくれたってのか。富澤君にはそんな美談に聞こえるのか。人殺しが今さらのこのこ出頭しましたってだけの話だ。そりゃそうだけどよ。なんだよその言い草。病の連れがお前らだって知った時はたまげたぜ。まあ、ざっと経緯はこんなとこだ。ああ。病、このまま署へ向かう。さあ行くぞ。おい刑事さん、殺人犯の言うことなんか信じちゃいけねえよ。はあ？うん、お、病。警部、大丈夫ですか？いいから、病を追え。待ってくれ。トミー。あいつは俺が連れ戻す。だから少しだけ時間をくれねえか。頼む。何を。あいつは悪党だけどよ、今さら逃げ出すなんてそんなせこい野郎じゃねえんだ。俺あいつに何年もこき使われてきたからわかるんだよ。
何か事情があるはずなんだ。ちょっと病にかまってる場合、私たちそんな余裕ないでしょ。ええ、今は何よりも茜さんとラニちゃんの安全確保が急務です。伊達さん、俺からも頼みます。俺らはあいつの連れだ。連れ戻すのは俺らの責任でもある。一番ちいちゃんも半順義も正しい。でもよ、このままあいつを逃亡犯にしちまったら罪がぐんと重くなっちまう。俺らは病に借りがある。このまま見捨てるわけにはいかねえんだ。一番、バカなことを。待て、伊達さん。桐生から話は聞いてる。その子、ラニを守るためにあいつは今文字通り命を懸けてる。病を負うことはお前にとってそれよりも大事なことなのか。どっちがじゃねえ。どっちも俺には譲れねえんです。言われるまでもねえ。俺たちはあの人から茜さんとラニを託されたんだ。手分けすりゃ二人も守れるし、病も負える。もし病を連れ戻せなかったら、お前たちが病の逃亡を幇助したと捉えられても仕方ねえぞ。分かってんのか。はい、覚悟してます。ほんと、トラブルを起こす目してる。やっぱり似てるな。足立さん、俺は春日含めてこいつらのことをよく知らない。だからあんたにかけます。信じていいんですか。うん、まこっちゃんの信頼には必ず応える。約束する。足立さん、ほんとお人よしですよ、あんた。まこっちゃんが言うか。おい春日。はい。病が何か理由があって逃げたってんなら、多分あいつは田畑由衣を探してるはずだ。それって病が惚れてたっていう。ああ。病が日本で思い残してることなんてそれぐらいしかねえだろうからな。ありがとうございます。おい、トイレどこだっけか。朝から腹の調子が悪くてよ。トイレ？あらから、また痛くなってきやがった。こら2時間はこもることになりそうだ。ちょっと伊達さん。まこっちゃんは2時間待ってくれるってよ。あんまり時間はねえな。急ぐぞ。伊達さん、ありがとうございます。俺も少しはいいとこ見せねえとな。半順に茜さんとラニを頼めるか。お早いお帰りをお待ちしていますよ。でもどうやって探すの。病が田畑由衣に会おうってんなら、カムロ町に向かったに違いない。田畑組の関係者がまだ大勢残ってるはずだからな。よっしゃ、急ごうぜ。なあ、おう、うん、足立さん。ああ、
てめえみたいなのイラつくんだよ。全力でかまっせ。よし。いらっしゃいませ。ありがとうございます。なあ、うん、うん、あの、そう。なあ、うん、お、うん、どうした？行くぜ。
なあ、すまねえ。春日、お、私の出番ね。おい、ほら、セリア、腰抜けやろうが、そんなもんだ。動けねえ、俺の番だ。行くぜ行くぜ、おりゃ、よし、それこい、そいつか、せっ、やったしょ。大勝利、調子だぜ。俺もまだ若いね。くそ、おい、全力でかまって、はっ、
お久しぶりです、アネさん。どうなった？遅かったな。田畑由衣、この人が。山井、あんたここで何するつもりだったんだ。ここに来たってことはそれなりに調べは済んでるんだろう。復讐するつもりだったのか、その人に。ずいぶん手前勝手な話じゃねえかよ。勝手に惚れて手出した挙句旦那さん殺して。逆恨みもいいとこじゃねえか。そうだな、返す言葉もねえ。なんだよ、ちっと反論しろよ。てめえがそんなケチなやつかよ。なんだよそれ、難しいな富澤君。アルツハイマーだそうだ。57のはずなんだけどな。若年性ってほどじゃねえが、だいぶ早い。俺のことなんてまるで覚えちゃいねえみてえだよ。ああ。30年前か。当時の姉さんはそりゃ派手な人でな。買い物一回で数百万は当たり前。そんで毎晩シャンパンタワー建ててたよ。俺らが血眼になって稼いでも焼け石に水。ほんと困った人だった。でも惚れちまった。こればかりはどうしようもねえらしい。あんたがベタ惚れか。らしくねえな。らしくねえことをしちまうのが人間ってものらしい。姉さんの奔放さを親父は黙認してた。だが男を作るとなっちゃ話は別だ。姉さんはよりによって組の頭とできちまってな。遠からず親父にも気づかれる。
そんな折に目つけられたのが俺だった。姉さんは俺が惚れてることなんてとっくにお見通しだった。二人きりで呼び出されて言われたよ。頭との仲が知られたらきっと自分は殺される。だから先に親父を始末してくれ。バカだよな。どうやったらそんな頼みを聞こうと思う。でもあんたはやった。万に一つでも、そうすりゃ姉さんが振り向いてくれるんじゃないか。二十歳そこらの若造はそう思ったらしい。姉さんの立てた計画はこうだ。当日組長室の親父に話があるって。俺を付き添いにして姉さんが入る。頭の剣をあえて出して激高した親父が姉さんに手出そうとしたところを俺が正当防衛の手で殺す。警察にも組の連中にも俺のことは姉さんが守ってくれる。そういう約束だった。けど実際はまるで違った。俺が親父を殺したのを確認すると姉さんが急に服を乱して部屋を飛び出した。病が親父を殺した挙句自分を襲おうとしたってな。なんだよそれ。じゃああんたはまんまとはめられたってわけだ。いや、はめられたってのも違うな。ああなるってのは分かりきってたことだ。サツと組の追ってから逃げてる間、一度だけ姉さんの様子を見に行ったことがある。親父が死んでまだ間もない頃だってのに人目もはばからず頭とイチャついてたよそう思えばあの時からだったな。寒気が止まらなくなったのは、俺は目の前の何もかもから逃げ出したくなって国を飛び出した。それが事件の真相ってことか。信じる信じないは好きにしてくれ。そこまでされたんならよ、なんであんたこの人をただぼーっと見てたんだよ。殺す時間はあったんじゃねえのか。ここに来るまではそれもありかと思ってたんだけどな。もう朝ごはんの時間？けどなんだかバカバカしくなっちまった。なんだろうな、とっくに勝ち逃げされたんだなって気持ちかね。ああさてと、話はこんなところだ。お前らもこんなところで油売ってる場合じゃねえだろう。まったくだ。誰かさんのおかげで随分時間を食っちまったやっぱり俺の直感は正しかったな。ああ、あんたやっぱり貧乏くじをてめえで引きに行くタイプだって口の減らねえやつだ。正直意外だった。あんたがこんなに自分のこと話すなんてよ。俺もだ言い訳したくなったのかもな、お前らには。さ、あの刑事さんをこれ以上待たせちゃ悪いな。俺は先に行くぜ。ねえ、暖房つけてくださらない？ここ冷えるわ。
ありがとね。いえ。いいのか？ああ。もう寒くない。カッコつけやがって。まあ、かっこよかったな。だな。ジャパンかまだ少し呼び慣れませんな私もです。ですが清流会をここまで堂々と NPO 法人化して世間の歓迎ムードを作り上げてしまうとは、いや新たな会長の手腕には恐れ入りました何、我々の未来のためだ。いやいや、これはおいそれとできることじゃありませんよ。暴対法でうちらもう目つけられない程度に細々やるか地下に潜るかくらいしかなかった。なのに実質お国のお墨付きをいただいちまうとは、これはまさに第三の選択肢だ。そもそも我々極道ってもんは戦後の混乱期から陰に日向にお上と協力してこの日本を守ってきたんです。今回の件はその現代版、いやこれこそ本来のヤクザの在り方というべきだ。そうそう、極道が世の中に必要な存在だってことがやっと認識されるかもしれませんな。まさに必要悪ってやつだ。ああ、これから俺たちは国の中枢に堂々と食い込んでその地位を確たるものにしていくヤクザの未来はかつてなく明るいぞ。これまでのどんな時代よりな。ああ、そのためにもお前らにはこれからも尽力してもらいたい。よろしく頼むぞ。今日はこれまでにしよう。みな、お疲れさん。それはもうやめろって言ったろ失礼しました。改めてお疲れ様でした。楢崎、ちょっと残れるか。はい。新体制の人事についてちょっとな。本当ならこういうのいかにもヤクザっぽくて嫌いなんですけど、憎しみをぶつけるツールとしては割と最適なんですよね。手軽だし相手は苦しむし（笑）ヤクザの未来？そんなものがあるわけないだろう。ゴミはゴミとして粛々と処分されていくんだその仕組みを作ってやったことが分かってないんだから困ったもんですねえ、沢城さん。海老名、
あんたにも見届けてほしかったですな。ヤクザの正しい未来を。さて、事件から1週間が経とうとしていますが、改めて青龍会の東京支部を襲撃したのは何者なんでしょうか。まずですね、この事件の背景にはヤクザ社会の歴史的な大転換があるんです。数年前、東条会と近江連合というヤクザの二大巨頭ともいえる組織があったんですが、これが同時に解散しました。ヤクザの世界では大解散と呼ばれるまさに大事件でして、その後に残ったヤクザの中で最大規模を誇るのが青龍会、今回襲撃を受けたとされる組織なんです。なるほど。そして今、その青龍会が自ら旗振り役となって日本に残存するヤクザ組織を解散させようとしているんです。それは確かに歴史的な転換点と言えますね。でもそんなことが可能なんでしょうか。おっしゃる通りで、ちょっと現実離れした話にも聞こえますね。ですがこの計画実現の第一歩として、先日青龍会は解散届を正式に警察へ提出しています。ヤクザ解散の旗振り役が率先してまずは解散に踏み切ったと。はい。そして青龍会は元組員たちを責任持って社会復帰させるため、ハワイのボランティア団体と提携した職業支援プログラムを実施しようとしています。これを政府と協力して進めるため、解散後 NPO 法人を立ち上げました。さすがに国もヤクザと堂々と協力関係を結ぶわけにはいきませんから、これはある種の方便ではあるものの、青龍会が本気であることも示していると思います。実際に解散しているわけですからね。青龍会の動きに全国のヤクザ組織も追随していくのではないかと見られていまして、この動きは第二次大解散と呼ばれています。これを心よく思わない一部の勢力がいるということなんですね。ここでようやく今回の襲撃事件につながってくるわけなんです。ではその犯行勢力が今回の襲撃犯だということでしょうか。関係者の中ではその可能性が強いと見られています。というのもですね、今写真に写っているこの桐生と呼ばれていた人物、彼がヤクザ解体の流れに抵抗する勢力の中心人物と見られているからなんです。それはどういった人物なんでしょうか。先ほど申し上げた東条会、日本の二大ヤクザ組織だった組ですね。これの元会長なんです。つまりヤクザ社会の超大物です。この桐生氏が大解散の流れの真逆、つまりヤクザの復興を図っていると噂されているんです。なるほど。この桐生氏がかつて浜の英雄として一躍有名になった春日一番氏とつながりがあるとの情報もあります。春日氏は社会復帰と偽って元暴力団員に窃盗を強要するなどの疑惑が持たれた人物です。この春日という人物も元東条会の構成員なんです。なので桐生氏の指揮下で動いている可能性は非常に高いですね。ですから今回の襲撃事件というのは、ヤクザという古い体制を破壊して新たな在り方を模索しようとする青龍会と、ヤクザを復興して既得権益を独占しようとする桐生一馬氏、その新旧の思想の対立と言えますね。なるほど、ありがとうございます。襲撃後行方をくらました犯人たち、
不安に怯える市民も多い中、一刻も早い犯人の発見が求められています。見張りからの連絡だ。とりあえずはまだ感づかれてる様子はなさそうだぜ。ご迷惑をおかけしてすみません、村長。人目を避けられる場所がここしか思い浮かばなくって。女子供を追い返すほど腐っちゃいに。それにしてもお前がここに戻ってきちまうとはな。それも大勢連れてきやがって。申し訳ありません、村長。お世話になります。世間じゃあんたは凶悪犯って触れ込みだ。確かにおっかねえ顔してやがるけどよ、俺は自分で見て感じたことしか信用しねえたちでな。あんたはそんな悪さができる男じゃねえ。ほんと顔はおっかねえけどな。二度祝ってくださいよ。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。ま、しばらくはおとなしくしておけ。また見に来る。村長のおかげで助かった。すまなかったな、春日。いえ、無事って言っていいのかあれですけど、こんだけ世間の目引いてる中で落ち合えたのはラッキーでした。そうだな。だがここで隠れ続けるわけにはいかない。海老名の動きは早い。ネレ島の廃棄物処理計画が稼働すれば多くの清流会の連中が利用される。そうなる前にこっちから手を打つしかない。ええ。エビナ。だな。ご無沙汰してます、春日さん。久々の日本はどうです？日本？なんで俺が日本にいると思うんだ？さすがに引っかかりませんか。でも無駄ですよ。ドワイトの部下から春日さんが日本に渡ったことは報告を受けています。ブライスとはビジネスパートナーなもので、大方桐生さんもご一緒でしょう。桐生さん、何のこって何のようだ、海老名。桐生さん。いい、春日、俺らが合流してることくらい海老名の想定の範囲だ。そういうことです。それより嬉しい報告がありましてね。私どもの極道社会復帰プログラムなんですが、昨日政府から正式にゴーサインが出ました。そりゃあおめでとうさ。なんだ、わざわざそんなことを言いに電話したのか。ええ、喜びは分かち合いたいタイプなもので。はっ、そうかい。あとついでにもう一つお伝えしておくことがありまして。あ？ネズミを一匹捕まえましてね。それはそれはでかいネズミだったんで、春日さんにもお見せしたくて。頭。私が彼の裏切りに気づいていないとでも思いましたか。全部知った上で計画が軌道に乗るまで泳がせていただけですよ。実際沢城さんには全国の極道連中をまとめ上げるのに随分活躍してもらいました。
沢城をどうするつもりだ。やはりお前の目的はヤクザへの復讐なのか。わざわざこんな見せしめみたいな真似までしやがって。復讐さてどうでしょう。これをお見せしたのはあなた方を釣る餌になると思いましてね。こういうのは見捨てられないんでしょう。あんたらみたいな人種は。俺のことは構わぬ。ああ失礼。明日22時ミレニアムタワーの最上階にお越しください。もちろん来なければこのネズミが死ぬことになります。では。人質で釣ってきたか。俺たちを探しあぐねてる証拠だね。ああ、計画の真相を知ってるのはもはや俺たちだけだろうからな。人質に取るくらいだ。お前と縁のあるやつなんだろ、沢城ってのは。ならお前が行かねえわけがねえ。なーに、こんだけ手だれが揃ってりゃなんとかなるだろう。いや、どうも海老名ばかりにかまけているわけにはいかなそうだ。先ほど元青龍会現 NPO 法人ブリーチジャパンの掲げる社会復帰プログラムを日本政府が正式に承認すると発表されました。政府とブリーチジャパンは以前から水面下で調整を進めていたと思われます。発表に先立ち元青龍会組員を乗せた大型客船は先週に日本を出発、本日未明にホノルルシティの港に到着しました。現地ではハワイ州知事と当プログラムの現地協力団体パレカナ代表ブライス・フェアチャイルド氏がブリーチジャパンの副代表三田村英二氏を歓迎しました。あの野郎、第一波がもうハワイに。船は明日にもプログラムの現場となるネレ島に出発する見通しとのことです。ハワイの方も明日には組員を乗せた船が島に向かう。一度島に送られてしまえばハワイ州も日本政府も彼らのその後なんて気にもしない。厄介者が片付いたとしか考えないだろう。そんであとはブライスの奴隷として死ぬまで核処理施設で酷使される。胸くそ悪い。日本もハワイも待ったなしの状況ってことね。どうする。二手に分かれよう。危険だがどっちかをほっとくってわけにはいかねえ。カスカ、海老名は俺にけじめをつけさせてくれねえか。お前はハワイでブライスを止めてくれ。何かあったんですか。少し二人で話したい。あくまで憶測だが海老名の出生についてだ。海老名の向こうで話そう。先に行ってる。どうした。ありがとうよ。さっちゃん、
ありがとうよ。ううん、キリュウさん。はい。俺と海老名が兄弟。大吾の話が事実ならお前たちは異母兄弟ということになる。お前が荒川の子かどうかもはっきりしていない上での話だが、親が黒と言うなら白いもんでも子は黒と言わなきゃいけん。それがヤクザの掟だ。海老名はこのくだらねえ掟のせいで道を外しちまった。俺はそう思ってる。ああ、氷川興産の組長、つまり海老名の祖父は、てめえの娘と荒川に婚姻を迫った。二人の気持ちなんて考えもせずにな。そして茜さんとの愛を貫こうとした荒川を、茜さんもろとも始末しようとした。氷川は何に怒った？娘に恥をかかされたことか。そうじゃ、自分が黒と言ったものに荒川は白と言った。たったそれだけのことが氷川には許せなかったんだろう。結果海老名は父親もおらず、母親は早くして亡くし、ヤクザの子として過酷すぎる人生を歩まざるを得なくなった。これは何も特別な話じゃない。似たような悲惨な話はこの目で何度も見てきた。そういう古いヤクザの在り方を、俺には変えるチャンスがあったんだ。東条会四代目としてキリュウさんが責任を取るってんですか？海老名の人生を巻き戻せるわけじゃねえ。今さら責任なんて取れるもんじゃねえことは分かってる。だがこのままあいつが道を外し続けて二度と引き返せないところまで行っちまうのは、せめて止めてやりたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。だからカスカ、お前はその後を頼む。どんな時代にだって世間の枠組みからどうしても外れちまう奴らは出てくる。俺たちみたいにな。そいつらが自分は生きてていいんだって思える場所を。
お前が作ってやってくれねえか。俺はヤクザの過去を引き受ける。お前にはヤクザの未来を頼む。よ、勝って言いやがる。とんでもねえ宿題背負わせるじゃねえか。でも引き受けますよ、桐生さん。俺がハロワで働こうって思い立ったのも、多分どこかで似たようなものを目指してたからだと思うんです。ありがとう、カスカ。ただ俺からも一つお願いがあります。ん？どうせあとわずかの命だ。エビナを止めるためなら自分が死んでも構わないなんて考えはなしですよ、桐生さん。あんたは生きて、生き抜いてから死んでください。死んで生き抜けたなんて俺が許さねえ。ことが済んだら大解散の尻拭いを手伝ってください。あんただって片足突っ込んだ当事者なんだからよ。分かった、約束する。お前に説教を食らうとはな。長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか、そうかもな。ええ、そうっすよ。なら俺からも一つ説教しておくか。はい。お前サエコに何言ったんだ。歴戦のキャバ嬢をあんだけ怒らせるなんて相当だぜ。いや、やっぱまだ怒ってましたか。プロポーズしたんだよな。はい。そんでこっぴどく振られました。難波と足立さんにも反省会してもらってめちゃくちゃ謝ったんですけど、もう剣もほろろで。情けねえ声出すなよ。あ、そうだ、桐生さんからも何かアドバイス。いや、桐生さん女っ気なさそうだしな。おい、今なんつった。いやいや、褒め言葉としてですよ。失礼なやつだな。俺にだって恋愛経験はある。え、そうなんですか。すみません、結構マジで意外でした。え、じゃあプロポーズとかしたことあります。当然だ。マジっすか。参考までに何て言ったか覚えてます？プロポーズか。ただ好きだったって言っただけだったな。好きだった。ああおい、どうした？悪い、緊急事態だ。誰だってめえ。大道寺一派か。いちいち仕事を増やしてくれるな、桐生一馬。
花輪の待機指示を無視した挙句、今やちょっとした有名人だ。お前は死んだはずの人間だというのに、この状況が我々との重大な契約違反であることを分かっているのか。しかし実にいい仕事をしてくれたのも確かだ。保護対象である茜のみならず、本件のキーマンとなる少女ラニの確保、そして両名の日本への移送、強靭な精神と卓抜した戦闘能力、そして春日一番とのつながりお前以外にやり遂げられる人材はいなかっただろう。まるで俺がお前らの思い通りに動いたみたいな言い方じゃねえか。そんなことはないさ。だが結果として我々にとって好都合な状況になったのは確かだ。今お前たちが考えていることは想像に難くない。青龍会組員がネレ島に送られるのを阻止したい。そうだ、その思いは我々も同じだ。日本政府はネレ島の廃棄物処理を認めたんじゃねえのか。勘違いしているようだが、我々は民事党とつながることで国の舵取りに関わってきた。しかし4年前青木亮の失態により民事党は急速に支持を失い、野党に下った。つまり現政府は我々とはむしろ政敵と言っていい。へっ、要は敵の足を引っ張りてえってことか。そうすりゃまた自分たちに政権が回ってくるかもしれねえ。捉え方は自由だ。秘密裏に渡航できるようプライベートジェットを手配してある。準備が整い次第いつでもハワイに迎えるだろう。利害が一致した時は随分と協力的なんだな。高度な政治的判断と言ってもらいたい。だがお前たちに手を貸す決断に至った理由は別にある。花輪には毎日報告書の提出が義務付けられていた。普段は状況を簡潔にまとめたものだったが、ある日珍しく書簡が添えられていてな。お前たちについてだ。彼らは私利私欲に走ることなく自らの使命に文字通り命を懸けている。敬意を払い対等に接すべき対象であり、それこそが我々の目的達成につながる道だろうとな。結果的にそれが花輪の最後の報告となったが、あいつはめったに人を褒めなかった。感謝するんだな。プライベートジェットは明日の朝出発だ。ハワイに行くメンバーはしっかりと準備しておくことだな。この国の未来、俺たちいつの間にかすげえものを背負い込んじまってたんですね。おじけづいたのか。まさか。トミー、足立さん、ハンジュンギ、チェちゃん、もう一度俺とハワイに渡ってくれるか。ああ、とっくに腹は決めてるぜ。ナンバー、ソンヒ、サイコ、チョー、お前たちは俺と一緒にミレニアムタワーに来てくれるか。もちろんですよ、キリュウさん。明日全てに片をつける。今夜はしっかり英気を養ってくれ。威勢がいいな。英気を養うんならこいつがいるんじゃねえか。うひょいいんすか村長。当然貸しだ。だから生きて帰ってこい。そんできっちり払ってもらう。村長、
ありがたくお言葉に甘えさせてもらいます。安心しな、お嬢ちゃんにはジュースとお菓子もあるからな。眠れねえのかね。何一番。あ、悪い、驚かせちまったか。ああ、いや大丈夫、一番こそ寝ないでいいの。ああ緊張してるわけじゃねえんだけど、なんだか眠れなくってよ。そっか。あのよ、さっちゃん。うん、何。さっちゃん、もしもお互い無事に戻ってこられたら、俺改めてさっちゃんに言いたいことがあるんだ。その時は俺の話聞いてくれるか。ちょっと何、頼む、一生のお願い、ここで使ってもいい。いいよ、わかった。じゃあお互い生きて帰らないとね。気ぃつけてな、さっちゃん。そっちも。じゃあおやすみ。ねえ、おやすみ。なんか寝れそうだわ。寝れないの？日本は久しぶりだからちょっと落ち着かないのかも。ごめんなさいね、起こしちゃった？寒くない？大丈夫、ありがとうね、茜。うん？ずっと一緒にいてくれて。どういたしまして。茜はパレカナが好きなんだよね。うん、そうね、私にとって
とても大切な場所。じゃあ今度は私が茜を守るね。茜の大切な場所を私が守る。ラニー、私にはそれができるはず。だからもう茜も安心して寝ていいんだよ。ありがとうラニー、とても嬉しい。さあもうおやすみなさい。うん、おやすみなさい。ありがとう。どこへ行くつもりだ？逃げたりしない。朝までには必ず戻る。だからお願い、私に時間をちょうだい。準備はできてるようだな。ハワイに行く者はこの車に乗れ。ご無事で。みんなのこと頼みます、キリュウさん。お前もな。またここで会おう、カスカ。キリュウさん、大丈夫かな。俺たちはこっちでやるべきことをやるだけだ。難波さんたちもついてんだ、大丈夫だって。だね。ブリーチジャパンの船はすでにネレトへ出航しています。我々も早く後を追いましょう。とはいえ焦りは禁物だ。しっかり準備は整えようぜ。俺たちの戦いは気流たちに託されたものでもあるんだからな。ああ、気合い入れていこうぜ。